どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは SNS に投稿された恐怖の瞬間パート9。スマホの映像からベビーモニターまで、今回は身近な恐怖を集めてきました。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。最初に紹介するのは TikTok の映像。映像の舞台はアメリカ・ジョージア州にある911緊急派遣センター。投稿者はそこで6年間働いており、勤務中変な音がしたり勝手に物が落ちるといった怪奇現象を経験していました。現象は定期的に起こっており、投稿者も多少は慣れていましたが、この日は違いました。Y'all have been following my Poulter diaries here lately. So I'm pretty sure there's something standing in the doorway to the break room. Am I crazy or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? ドアの向こうに誰か立っていました。撮影当時、職場には自分しかおらず、間違いなく誰もいなかった。投稿者はそう言っていました。この後投稿者は警備員に連絡し誰かの姿を探しましたが、やはり誰もいませんでした。次に紹介するのはまたまた TikTok の映像。投稿者はある日友達を招待してホームパーティーをしていました。しかし楽しいはずのパーティーでちょっとおかしな現象が。壁にあった黒電話が突然鳴りました。一見異常はないように思えますが、実はこの電話、電話線とつながっておらずすでに壊れていて、またこれは投稿者が廃校で拾ったものらしく、この一件があって投稿者は電話を元あった場所に返しました。幽霊が電話をかけてきた、そんな意見もありますが、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはレディットの映像。投稿者は日常的におかしな経験をしているのか、リビングにカメラを設置していました。そして案の定カメラには変なものが映っていて、ドアの向こうから誰かが覗いてきました。ドアの向こうには子供部屋がありますが、撮影当時そこには誰もおらず、一見スレンダーマンにも見えますが、あれは一体何なんでしょうか？次に紹介するのはとある民家で起きた奇妙な現象。以前にも子供が何かを見ている、そんな映像を紹介しましたが、今回もそんな映像。子供たちは昼寝をしていたんですが、目覚めると何かに起こり始めて、同じ方向に向かって
3人はひたすら怒っています。しかしそこには誰もいません。ですが指差ししているんで何かあることは確か。果たして子供たちは一体何を見てるんでしょうか。最後に紹介するのはドムさんが投稿した映像。ドムさんが一人で家にいるとおかしな現象が起こりました。I'm literally home alone. Listen to how loud and aggressive it is. That's why we're moving. ドアを開けるも、そこには誰もおらず。この現象は寝室で起こっており、ドムさんは寝つけず、睡眠妨害されていました。そして、まだ恐怖は終わらず。Okay, so I'm trying to get ready for bed. And there's another one. It's so nothing. Everyone's been asking me to try and knock back. You f***ing dick. So we're back in the house.Every few seconds, there's another... Shit! Get the f*** out of here! Get the f*** out of here! ドムさんがぐっすり眠れる日は、また戻ってくるんでしょうか？ということで、今回もやってきました。おまけのコーナー。いつもだったら、そんなことはしないけど、周りに人がいなくてちょうど暇だったりするとつい歌を歌っちゃう。そんなこと皆さんにはありますか？今回紹介するのはそんな瞬間を記録した映像。警備員さんがエレベーターを待っている最中、暇だったんでしょうか、つい体が動いちゃって。激しいダンスの最中にエレベーターがオープン。中には人が乗っており、何とも気まずい雰囲気に。皆さんも歌を歌ったりダンスをする時にはくれぐれもご注意を。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。